今日のアクシスフォーラムは、デザイン誌、アクシスの特集の、インタビュー記事、インタビューをですね、ここ、D&D、デザインの新しいオフィスから生配信、いたします。紙それとオンライン両方、ご覧いただければ、大変嬉しく思います。この209号の特集、特集テーマがですね、企業とデザイン、企業はですね、業を起こす、方ですね、企業ではなく企業なんですけれども、企業とデザインということを、テーマにこの特集を編集しております。そこで、今日はですね、企業、デザイナーが起業するという、ある意味草分け的存在ともいえる長岡健明さん、先駆者であり、また同時にですね、それを代表する、人物、とも、言えると思うんですけれども、その長岡健明さんのに、起業について、デザインジャーナリストの、土田隆弘さんにインタビューをお願いする予定です。長岡健明さんですけれども、実はこの D&D デパートメントを、創業しまして、なんと、今年で、20周年目を迎えられます。長岡さんがでは何を起業したかというとですね、これがなかなか説明が難しくて、道の駅的なですね、ショップ、カフェ、レストラン、それからですね、出版業、それから川久保玲さんと一緒に行った、ブランドの立ち上げ、それから CD レベルの立ち上げ、ホテルの企画ですね、それからミュージアムというふうに非常に多岐にわたっていらっしゃいます。そこでですね、今日はその特に起業、業を起こすということを、テーマに、土田さんに、いろいろお話を、聞き出してもらうというふうに思っております。はい、それでは、長岡さん、土田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、よろしくお願いします。私は今まで何とか、まあ、何度もと言っていいと思うんですけど、長岡さんには取材をしてるんですけど、はい、まあ、起業っていうテーマではまあ初めてですよね。はい、なので、改めていろいろお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、まず最初に長岡さんが起業されたのはということを聞きたいんですが、まあ、デザインの世界に入る前になるんでしょうか、なんか喫茶店というかカフェの。そうですね、一回東京に18歳の時に東京に出てきて、はい、それから挫折をして、はい、人前で喋ることが全くできないっていうことが分かり、人前で喋ることを修行するっていう意味で喫茶店に入りました。喫茶店で4年間正社員をして、はい、で僕についたお客さんを、その常連のお客さんが見てて、はい、あいつにその自分の空いてる店舗を貸したら、はい、商売やってくれるんじゃないかなっていうことで、まあ、雇われ店長ですよね。それどちらの町？愛知県の名古屋市ですけども、はいはい、それが企業っちゃ企業です。はい、それはどれぐらい続いたんですか？それはですね、4ヶ月ぐらいしか続きました。やっぱり自分についたお客さんがほとんど大学生で、はい、大学生って時間あるけどお金ないじゃないですか。はい、だからもうしょうがないなっつって、こうご飯とか作ってあげてるうちに倒産しました。ただその中でもやっぱり、うん、まあ、まあ一つのお店を、まあ、経営というか運営する上で何か得たものみたいなことがあるんですかね。まあ、強いて言えばやっぱりその嘘をつかないで自分が楽しんでやっていると、どんどんこうお客さんが増えていく。でもう本当に周辺からクレームが出るぐらい、はい、いっぱいお客さんが集まって、でもまあ経営的には成り立たなかったんですけど、まあ、真面目にっていうか正直にやると、やっぱりそういう人が集まるんだなっていうのは、そこですごく体感しました。なるほど。で、うん、それからでは改めて東京に来て、はい、デザイナーとして。そうですね、ちょっと企業の話とはそれるんですけど、はい、そこで学生がお客さんだったので昼間も猛烈に暇なんですね。うんうんうん、でそこでその新聞系の広告書を、はい、まあ、朝日広告書ですけども、はい、それエントリーしたら準朝日広告書をいただいて、
でその喫茶店で作ったんですけど、それでそれをきっかけに上京して、へ、まあ、今のデザイン会社に入りました。はい、それは日本デザインセンターで、そうですね、はい、あそこで原健也さんに、そうです、まあ、指示というか、あ、はい、僕が入社した時にちょうど原さんが部署替えになって、うん、僕が配置属された机の横に配属されて、しばらく半年ぐらい原さんの横で、はい、いろんな部署、クライアントは違ってたんですけど、はい、隣り合わせでやってるうちに原さんが会社から研究所作っていいぞって言われて、うんうんうん、お前一緒にやろうって言って2人で立ち上げてっていう、まあ、それも企業じゃないかまあことのことが始まるきっかけではありますね、はい、なるほど。でそこでしばらく経験を積まれて、うん、まあ、改めて独立をするわけですよね。はい、はいはい、それはその時の独立がどういうきっかけがあったんですか。その時は、はい、原さんにも言われたんですけど、はい、自分と同じ人間は2人いらないって言われて、まあ、原さんも企画をする人だったので、はい、僕もすごく企画に関心があるデザイナーだったので、うんうんうん、なので独立をしてしばらくはデザイン事務所やってたんですけど、はい、もうそれこそ今回のアクシスさんのアクシスギャラリーというところで、はい、モーショングラフィックス展という映像の展覧会を企画したりとかしてたんですけど、その後どんどんお店に関心が湧いてって、はい、2000年にお店を作るっていう、まあ、ここは起業ですかね。なるほど。ちょっと前後するかもしれないんですけど、はい、その時なんか桐山俊樹さんと話をしてみたいなことを原さんのラジオでおっしゃってましたよね。そうですね。それってどういったやり取りがあったんですか。ずっとなんか世の中にもあるじゃないですか、自分が女なのか男なのかわからないみたいな、僕はコピーライターなのかデザイナーなのかわからないっていうぐらい、うん、デザインが本業なのに企画書を作るのがすごく好きだったんですね。それでたまたまその桐山俊樹さんが学研かなんかの FP とかっていう雑誌で書いてらっしゃったのが取り上げられたのかので、桐山さんの肩書きがデザインプランナーだったんですよ、はいはい、で、あ、なるほどなるほど、デザインプランナーっていう手があるかって言って、はい、自分もデザインプランナーを語りたいので桐山さんのとこにお願いに行って、へ、その時にちょうど会社はもう4年目でどうしようかなっていう時に、はい、もう辞めなさいと言われて辞めました。へ、だからそういう意味でそのことのことをこうが始まるきっかけになったんですけど、はい、桐山さんがちょっと進む方向がそこで少しこう焦点が定まっていたというか、はいはい、桐山さんがいなかったらグズグズいたかもしれないですね。へ、なるほど、うん、そこで、ディアノ・デパートメントが、まあ、スタートしたのが今から20年前ということですね。そうですね、はい、うん、まあ、デザイン事務所としてずっとやってきて、はい、デザインセンターを辞めてからデザイン事務所を立ち上げて、はい、デザイン事務所でやってきて17人ぐらいの会社になった時に、はい、まあ、時間がだんだん できてきたので、うん、自分としてはなんかまあ、デザイナーとしてデザインのことを心配するっていう、まあ、ちょっと説明しづらいですけども、うんうんうん、いやこの業界大丈夫かなとかっていうふうに思っていて、まあ、きっかけになったのはその趣味でリサイクルショップを巡っていた時に、はい、今まさにそのテレビのコマーシャルで宣伝をしているような新商品がもうリアルタイムでリサイクルショップの店頭に並んでいると、うんうんうん、でこれ作ったのデザイナーだし、はい、これって一体どういうことだろうなと思ってちょっと怖くなって、うんうんうん、もうちょっとデザインの置かれているスピードを遅くしていかないと、うんうんうん、どん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 デザイナーは企業と一緒に商品を作り、うんうん、それがすごい段階でリサイクルショップに並んで、はい、もしかしたら廃棄されるゴミになるかもしれないっていうことを考えたら、はい、ちょっとデザイナーとしてそういうスピードみたいなことに関心が湧いて、はい、それでデザイン事務所をやりながら、はい、これだったら多分廃棄されないだろうみたいなものをリサイクルショップとか、まあ、その後古物商の免許も取ったので、はい、仕入れてるうちにロングライフデザインっていうテーマを、まあ、まあ気づくんですね。それで、一気に立ち上げ、それこそどれぐらいですかね、 20坪ぐらいの事務所だったんですけど、はい、その時借りたのが500坪あで、まあ、今もある東京店、そうです、今も東京店、はい、東京本店って呼んでますけども、はい、
そこをいきなり借りて、それでしばらく誰もお客さんが来ない状態で、はい、コンセプトだけは明確にあったっていう、うん、そんなお店でした。へまあ、そこでそのロングライフデザインっていう言葉っていうのは、まあ、あのおそらく20年間一貫したテーマと言っていいかと思うんですけれども、う、ね、うん、もうちょっとそのロングライフデザインと説明するとすると、どういうものってことになりますか。あの 一デザイナーとして正しいデザインって何だろうって考えた時に、正しいデザインってきっとそのプロのデザイナーだけがこれはいいこれが悪いって言っていると多分発展しないと、でもっとうちのおふくろみたいな人間がおばちゃんがこれいいねっていうのもデザインだっていうふうに言っていかないと広がっていかないんだろうなって考えた時に、何が正しいのかなって考えた時に、あ、じゃあ誰も口出しできない時間、もう時間が証明したデザインがいいデザインだっていうふうに言うっていうのは手が一つあるなと思って、それで調べてったらグッドデザイン賞の中にもロングライフデザイン賞っていう部門がありますし、はい、あ、これだと思って、はい、あのずっと長く使われているものだけをあの仕入れたお店を立ち上げようというので立ち上げました。はい、ただそこで、まあ、あの、まあ、言ってみれば全く新しい形態のお店というか、まあ、それまで世の中になかったタイプのお店を作るわけですよね、はいはい、そこでこうハードルとしてこう見えてきたことみたいなことありますか。まあ、市場性とか全く無視しているので、はい、まあ、デザイナーなので とにかくそのネーミングも企画書も書けるし、はい、なんだったら PR の書類みたいなものもプレゼンテーションの、がちゃんと自分の職能としてできるので、はい、やりながらも、はい、やっぱりその売っていかないといけない、うん、だからそういう意味ではちょっと待って、質問の内容が分からなかった。起業の時にハードルとして、見えてきたこと、はい、やっぱりあのそうですね、あの商売は商売として考えてないので、はい、それをどうやって商売にしていくかっていう、ただその自分で起業する時にその社会に今まで全くなくて、はい、こういうものがあったら多分いろんなデザインに関係している人たちが正されると思って、まあ、社会にボーンと広げてみて、はい、それが成立しなかったら、うんうん、もう諦めようっていう、そういうスタンスでやりましたから、その商売っていう意味では全く本当に考えてなかった。へえ、なるほど。まあ、そこでじゃあなかなかお客さんが来なかった時間を経て、それでもお客さんが来るようになったっていうのはどういうきっかけというか経緯があったんでしょうね。それはあの結構生々しい話で、はい、あのつまりそのデザイン事務所でこう稼いでたので、あの地下と1階と2階っていう3層の、はい、物件だったんですけど、はい、地下で本当にクライアントの仕事をやってたので、大手の家電のメーカーとか自動車のメーカーとかの仕事をやってたので、かなり安定してたんです、ただ自分の中ではいつかこれを全部やめて、あの1階と2階を作り込む日が来るだろうなと思って、なのでその時は地下で本当に徹夜しながら、はい、明け方上に上がってって、はい、なんかこう椅子のレイアウトをしてみたりとか、ものすごい楽しい、でも全くその売り上げは立たない時期が半年ぐらいはありましたけど、でもやっぱりそれの噂を聞きつけて一人二人やってきてっていう実態がありましたね。なるほど。なんかだから今あのその今質問されて思ったんですけど、はい、なんかそういうその今ってどうしてもこの日にオープンしてオープニングパーティーして、はい、あのまあ、告知をして、うんうん、で月どれぐらいの売り上げを立ててとかっていう計画を立てて起業するのが、はいはい、まあ、当然ですけど、ね、僕の起業の場合はそれ一切なかったんです。いつ開けるかも決めてなかったし、誰にあの何そのお店の情報を案内していいのかも分からなかったし、そういう意味ではその緩く自分たちが楽しんでる、はい、楽しみがマックスになってこれどうしようっていう時にそれを嗅ぎつけて人がやってきちゃったっていう状態がすごくこう自然で良かったなっていう、はいはいはい、そんな何の参考にもならないですけど、そう、なんか自然といえば自然ですけども、うんうん、ただあれですよね、まあ、まあそのまま消えていく可能性もあるんですね。なんかでも、
さっき話した愛知県の、はい、あの、ああ喫茶店の、喫茶店の話とも通ずるんですけど、はい、デザイナーの企業のなんかこう一番の強みって、はい、自分が一番楽しんでいるっていう、あ、まあ、どの企業でも当てはまると思うんですけど、やっぱり自分が楽しんでないと、はい、働くそのそばで働く人たちも楽しまない、ね、めないし、楽しくやってると人が集まってくるっていうのは、はい、まあ、何しても共通してるなっていうふうに考えると、なるほど、一番なんかこう楽しみ、自分が楽しんでる状況を、うまくこう人に説明できる職能は持ってるかなっていう、そうですね。なるほど、なるほど。あの、まあ、あの東京本店の場所というのも、うん、まあ、駅からはまあまあ距離がありますし、こう人がある意味行きやすい場所ではないと思うんですけど、はい、ただあの場所というか物件自体は長岡さんとはすごく気に入って決められたわけですよね。だからやっぱりそういうところもやっぱりそれによってこう気持ちが入るというか、うん、単にこう人が集まりやすい場所だからここっていう決め方はされてないという、うん、はい、あそこはあの、まあ、今もそうなんですけど、自分でお店やっててちょっと言い方、言葉を選べないんですけど、はい、そのお客さんって大体面倒くさいですよ。あの、僕もお店に行ったらお客さんになるので、はい、自分っていうお客さんは相当面倒くさいなって自分で思うぐらいお客さんってやっぱり面倒くさい面もあるんですよね、うんうんうん、だから自分のお店のことを最初からもう家を出る時から、はい、あそこに行くぞって思ってくれるお客さんを何人増やすかっていうことを考える。例えばあの、なんですか、こう都市圏ですごく大型商業施設ができて、はい、あそこに行こうって言ってフラフラしているようなお客さんってやっぱりねちょっと面倒くさくてあの買いもしないけどこういっぱい商品をいじりまくるとか、まあ、そういうお客さんだからしょうがないんですけど、はい、まあ、美術館のように今日はなんとか店に行こうって家で決めて、なんかおしゃれしてその目的地に一直線に行くっていうお客さんって、あのやっぱりなんかこう誰だろうっていうふうに感じずに、あ、自分たちのことが分かった上でここに来てくれたんだなっていうお客さんじゃないですか、うんうん、それにはどうしても不便なところにお店を作るしかなくて、うん、であの場所になった。へえ、あの今 D&デパートメントっていうのは10店舗、はい、そうですね、まあ、海外の店舗、はい、中国に1店舗、韓国に2店舗、はい、国内7店舗あります、うん、あの、ある意味その、まあ、なかなか企業時は苦労したその形態っていうのが、まあ、うん、今ある意味随分世の中にこう普及したというか浸透した面があるわけですよね。あ、そうかもしれませんね、もちろんその光っていう渋谷の駅ビルの中にもお店がありますから、はい、それは僕らにとってすごく転機だったんですけども、うん、一方ではどのお店もあの奥さんの本店を見て、はい、まあ、半分以上はフランチャイズなので、うん、そういう意味ではああいう不便なところに自分たちがメディアとして配信をすることによって、うん、自分たちがお客様を、うん、選んで作っていく、はい、まあ、もっと言うとお客様と一緒に学び教育をしながら、うん、お客さんを作り、うん、自分たちも作るっていうようなスタイルをやってるので、うん、なんかそういう意味では一個一個がやっぱりすごい不便なところにあって、うん、まあ、それが一つのブランディングになってるっていう、まあ、変な状態なんですけど、まあ、結果としてはとってもいいんじゃないかなと思います、ね、うん、あのそういうふうにこうなんていうか、まあ、受け入れられていった中でこう転機というかターニングポイントみたいなものってどっかにあったというのもありますか。やっぱりその一つは渋谷の光へ、はい、東急電鉄さんから誘っていただいて、うんうん、はい、まあ、何回か断るんですけども、ただそのじゃあどんなフロアだったら入ってもらえますかっていう逆プレゼンをされて、でそうなるとデザイナーなので、はい、尻尾振っちゃうんですよねだったらこういうフロアだったら自分は入れます、入りたいってもうプレゼンしてしまう、じゃあそれお願いしますって言われて、はい、みたいな感じで、あの今の光の8階がその状態になって、はい、サイン計画からフロアのカラー計画から全部やって、はい、それで自分たちも出店をするんですけど、うん、あれはなんかその立地のいい場所で、あの動線計画も例えば、はい、7階から8階に来る動線計画を1回切ってもらうとか、はいはいはい、あのそうですよね、ストレートに来れないですよ。そうですよね、エスカレーターは。でもあれはその東急文化会館っていう DNA を受け継ぎたいっていう気持ちが、はい、まあ、つまり長いこと続いている歴史を自分たちが継いで
未来にバトン渡したいって気持ちがあったので、もうそれも含めてプレゼンをして、あそこを獲得した経緯があって、なんかそれはすごく大きな、あの大都市圏の中心で何かをやるんだったらこうだなっていう転機にはなりました。なかなかあの立地を提供してくれるクライアントとかスポンサーはそんなにいないと思うんですけど、そういう意味では東急さんってすごいなと思いました。あとはやっぱり川久保さん、コムデギャルソンの川久保玲さんに、はい、あの誘われて新しい業態を作る、あれはまあ種明かしっていうか、もう時効だから多分怒られないと思うんですけど、川久保さんが抱えていたいわゆるデッドストックなり、もう貴重な、その貴重な服の在庫とは言いたくないんですけども、なんかそういうものをちゃんとコンセプトを明確に発信しながら、自分たちもファッションの服のビジネスとして成立するようなパートナーをマーケティングしてた結果、僕らが引っかかったんですよ。で、あの本当にダイレクトに川久保さんから僕の携帯に電話かかってきた。で一緒にやりましょうということで、その後福岡店も一緒にやるんですけども、あれもすごく大きな、あのロングライフデザインっていう自分たちが持ってるテーマを、あのグッドデザインショップっていうコンセプトにちょっと味付けを変えながら、あの違うアプローチをするっていう意味では、僕らもロングライフデザインだけど川久保さんとやるんだったらこういう品揃えに、ロングライフデザインでもこういう品揃えにしようっていうことを、まあ一歩だからロングライフデザインを進化させるっていうような気持ちで、あの一緒にできた、あれもすごい天気、あの表参道のジャイルの中にあった店舗ですよね。あの後、まあこれも時効だから多分怒られないと思うんでいいんですけど、川久保さんからもうそろそろやめよっかっていう、だからなんか始めるタイミングもすごく重要だけど、やめるタイミングもすごく重要で、僕らが今その静岡店なり福岡店なり山梨店を閉じてってるのも、やっぱりその自分たちが辞めるタイミングにもすごく興味があったので、まあ起業と全く逆の話ですけども、辞めるっていうのも一つの大きなビジネスの一手だと思っているので、そういう意味ではそれもすごく学びになりました。なるほど。あのちょっとそこつながる話かと思うんですけれども、あの、まあ、さっきも最初お話があったみたいに、まあ、長岡さんの活動としては、まあ、そういった店舗もだけではなくて出版であったり、まあ、いろんな活動されてますよね。なんかそういういろんな活動の中で、まあ、一貫するものみたいなのっていうのはどういうところになってくるんですか。なんだろう、なんですかね一貫するもの、例えばトラベル誌なんかは、よく長岡さん旅好きなんですねって言われるんですけど、僕何が苦手って旅が苦手で、まあ、もっと言ったら人があんまり得意じゃない、あの原さんのラジオでちらっとその話をされてちょっとびっくりしましたけどなんかただこの世の中にこういうものがあった方がいいというのが自分の起業の最大の根っこなので、そういう意味ではあの人気のある県だけのガイドができて出てた時代があったんです、だいぶ前にあったんです。今はそうじゃなくなったからすごく、あちょっと貢献したかなと思いますけど、昔のトラベルガイドって必ず人気のある県しか出てなかったんです。それがよく売れたんですね。でも僕らがもうとにかく47都道府県、47の日本を均等に出す、同じ条件で出すっていうふうに決めてやっていった、あとかそういうガイドがないと、いつまでたっても東京とか北海道とか京都とか観光にすごく予算を使えるようなところだけに人が流れていっていくと、それは良くないなと思って、まあ、そういうものがないあった方がいいんじゃないかなっていうきっかけで、旅行の大嫌いな苦手な僕があれを作り始める。だからあのベースいつも基本にあるのは、自分が不得意とか不得意とかお金が儲かるとか儲からないとか関係なく、世の中にこういうものがあった方がいいんじゃないかな。でしかもそれはそれをデザイナーっていう職能を使ったら意外と得意だからあのできるというようなもので、トラベース作ったりミュージアム作ったりしてますね。
なんかすごい単純な質問なんですけど、そういう考え方と、まあ、お金利益を出すみたいなところのバランスってどういうふうに考えてらっしゃるんですか？お金は全く考えてなくてただ、まあ、先ほどの話のやっぱりにちょろちょろ出てくる、はい、自分の中ではデザイナーっていう職能を持った人間が、うんうん、自分が心から嘘もなくこれは面白いとこれはあった方がいいと思っていることを、うんうんうん、自分のお金で自分の時間を使って、はい、自分がまずやってみることで共感する人たちってやっぱ必ずいて、うんうん、まあ、そういう意味ではそういう人たちを信じているんだと思うんですけども、はい、うんうん、で結果お金は必ず後からついてくると、まあ、それを信じてやってるわけではないんですけど、まあ、結果そうなってきてたので、なのでとにかく自分はなんていうか世の中に必要なものを提示する、で自分が心から楽しく、はい、逆に言うとそういうことができないものはもうやらない。長岡さんの、はい、かなり昔の本を読んでるとですね、まあ、お金のこと、それから、はい、共感する人って今 おっしゃってますけれども、うん、仕事の面で大切なのはもうご自分お忘れになってるかもしれませんけど、人を説得することだっていうのがありまして。あ、そうでしたか、ね、はい、やっぱりなんかこう、うん、ことを起こすというところになりますと、うん、共感する人だけじゃなくて絶対言うことを聞いてくれない人をまあ、やっぱりどうにか長岡さん説得してたんじゃないかなという気がするんですけれども、そのあたりいかがですか？もうそれは自分では分からないですね。説得してたかもしれないですね。でもデザイナーってやっぱりその自分のプランを考えを人に分かりやすい状態に説明しやすできする状態にして、もうとにかくこれがいいということが得意な職能なので、説得してたかもしれないですね、うんうん、まあ、提案をしてたんですけど説得もしてたかもしれないですね。それというのは何ていうか、まあ、ご自身の企業の中でも同じようなことが言えると思いますか？どうなんでしょうか。お金を軸に考える人は多分お金を軸に、はい、まあ、そういう意味では分かりやすいと思うんですよね。お金の匂いがするところにたどり着く才能がある人たちは、はい、で我々デザイナーは我々っていうと怒られちゃうかもしれないけど、はい、やっぱりそのお金じゃなくて、はい、世の中の可能性、はい、あとはその新しいそのクリエーションやみんながワクワクするような状況みたいなものが見えてしまう職能なので、はい、そういう意味ではそこを信じて向かっていくしかない、うん、ですね。なるほど、うん、だからそこに嘘があると、はい、だから最近本当にちょっと余談ですけど、そのプロダクトデザイナーとかでも自分の家で使いもしないものをよく作れるなと思いますね。やっぱり自分が楽し、まあ、旅行誌は僕はちょっと苦手だけど、でもどうしても必要だから自分の時間を使って、はい、とことんやるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、だんだん楽しくなっていくんですけど、はい、その状況に共感して、うん、あいつは嘘がないということで広がっていくのがやっぱり健やかなものづくりとかデザイナーがそういうメッセージを発信する、はい、一つの基礎になってないといけないところなんですけど、なんかやっぱり企業から頼まれたある程度デザインの予算がつく仕事としてやる、まあ、それは仕事だからしょうがないんですけど、はい、昔のプロダクトデザイナーとかはやっぱり自分で納得したいものって世の中に出してなかったんじゃないかなと思うんですよね。わかります、うん、ね、はい、例えばそのイームズの時代とかもそうだし、柳総理さんの時代もそうでしたけど、剣持さんもそうだったし、昔のデザイナーって本当に良き生活者だった、うんうんうん、やっぱり生活で使って改良して、もう改良の余地がない状態になって量産っていう順序で名作の椅子とかは作られていったって考えると、やっぱりその、まあ、グラフィックデザイナーですけども、やっぱり自分が考えたものに嘘がないっていうのが、まあ一つ前提としてないと、
コンセプトだけで手離れして、あとはやりたいって言った人、お金を出してくれた人がやってくださいっていうのは、うん、なかなか難しい時代になっていってるんじゃないかなと思いますね。確かにそうですね。やっぱり、まあ、ある時代までのデザインってやっぱり、まあ、デザイナー本人もそうですし、まあ、おそらくそのものを作るメーカーの方も、うん、まあ、仮にそれ似たようなものが世の中にないとしても、うんうん、まあ、これは受け入れられるっていう、まあ、確信があって、まあ、それはもちろん自分がそういうものがあってっていうところから生まれたっていう感じはすごくしますよね。まあ、それゆえにすごく実験的なものでもあえて世の中に出て、けど結局それが受け入れられたりとか、うんうん、なのでなんか昔のデザイナーでもちょっと名前があんまり有名じゃないデザイナーっていると思うんですよね。でそういう人であればあるほど自分の生活の中に本当に自分の作ったものを使っているっていう、あれなんでしょうね、ちょっとうまく説明できませんけど、やっぱり良い生活者であるデザイナーが良い製品を作るっていうことなのかなと思いますね。長岡さん今、まあ、新しくこの場所をオープンさせて拠点を移してということになると思うんですけど、はい、そういう意味では今こう、まあ、ある種企業家としての長岡さんが一番ワクワクする仕事みたいなのはどういう方向になっているんでしょうか。なんでしょうか、なんだろう、なんて言ってましたっけ僕今本当にこのタイミングで一番関心があるのは、はい、いかに閉じていくかっていう話なので、はい、今まではやっぱり路面店が好きだし紙媒体が好きなので、はいはい、路面店の最大のライバルが本当にウェブストアになってしまった、うんうん、昔は椅子なんてワンクリックで買わないだろうって笑ってたんだけど、今普通に買うじゃないですか、そうですね、車ですら買っちゃう、うん、ってなった時に路面店大好きな僕は路面店の将来を考える時に、はい、もうウェブは広がっていく、路面店は閉じていくっていう風にしていかないと、はい、面白いその場所にならないっていう意味でどう閉じていくかっていうのがすごい関心がありますね。なるほど、どう閉じていくんですかどう閉じていくんでしょうね、まあ、もっと言い方変えて言うと、はい、最初の奥沢本店を作った時の立地の考え方に、はい、と一緒で、いかに自分と同じような考え方のお客様と時間や場所を共有するかっていう話で、うん、まあ、つまりお客さん と、店員ショップの経営者とお客さんみたいな垣根をいかになくすか、はい、でこれなくせばなくすほど非常に手間がかかっていくんですよ。だからそれを、それはコミュニケーションの量が増えていくっていう。そうですね、増えていくし、例えばちょっと今お金ないからさみたいな話とかなるほど、それってすごい大昔にはすごくあった話で、はいはい、今はどんどんそういういろんなものがそういうコミュニケーションをなんていうかカジュアルにしたり、なんか形を変えていきましたけども、はい、そうですね、だんだんその時代に戻っていってるんじゃないかなって思うと、そのいかに閉じるかっていうか、もう本当に自分たちだけのコミュニティをどうやって作るかっていうことに関心がありますね、はい、なるほど。なので例えば富山によく行くお寿司屋さんは、はい、看板に電気もつけない。で普通のお客さんって看板に夜になって看板に電気が ついてないと閉店してるっていうふうな認識するじゃないですか、はい、でも常連さんはそれ分かって、でそれがその最大の閉じる合図なんですね。そういうお店に行くと大将もそのお店のコンセプトを分かっているっていうふうに認識して、はい、この人は自分の嫌なことは自分の敷地の中で やってくれないだろうということでいい雰囲気を作って、はい、そのいい雰囲気がまたお店はいいっていうことでいいお客さんを連れてくるみたいな、もっと言ったら自分がその場所でいいお客さんになったことによってこういう人は僕は連れて行きたくない、ああいう人なら連れて行きたいっていう店主になってしまう、はい、なんかそういうこと
になっていくんじゃないかなと思います、ね、なるほど、うん、なるほど。確かにただ飲食の中ではそういう閉じた名店は確かにありますよね、うん、それを生活雑貨屋さんでできるかっていうのが僕の最大の、まあここなんかそういう実験場なんですけど、はい、でも分かんないです 今のところまだ、うん、なるほど。でも絶対古物商とか骨董屋さんとか、ね、古道具坂田さんみたいな、はい、そういうことができる、うんうんうん、もう閉じて本当にもうなんかいかにも閉店の状態を作りながらも、こじ開けてやってくるお客さんを作ればいいわけで、はい、うんうんうん、それってやっぱり面白いですよね、うんうんうん、それをやってみたいんですけど、へどうなるほど、まあ、当然そこにもお金のことは全く考えてないんですけど、はい、その閉店のいかにも閉店の状態をかいくぐったお客様こそ最大にお金を使ってくれる人っていうふうになっていくと成立するでしょうね。うん、確かに、うん、バーでありますよ。飲食店はやっぱりね、やりやすいですよね、はい、うん、神楽坂にも有名なバーがあって、はい、もう行って まあ、ある日行って、はい、もうガラガラで、はい、2人で行ったんですけど、はい、2人なんですけどって言ったら満席ですって言われる、はい、もう20席ぐらい空いてるの、空いてるのに、はい、満席ですって言われて、はい、でも 前情報でそうやって言われたら、はい、お前らは自分店主のお眼鏡にかなわなかったと、いうことで諦めなさ、素直に諦めてすぐ撤収しなさいって言われて退散してきたんですけど、そうやってやっぱりそのお店だから不特定多数のお客様を満足させるんじゃなくて、お店の店主がまず喜ぶっていう状態を店主が作る時代にどんどんなってったら、多分ね、面白いお店がいっぱいできていくんじゃないですかね。確かに確かに、うん、やっぱり、まあ、時代的にはもういろいろなものがすごく開かれた時代じゃないですか、うん、もうこの10年20年開かれ続けてきた、どんどん閉じていく、ね、だからちょっと話違うかもしれないですけど、はい、世の中にあるシャッター通りと言われている商店街なんかも、はいはい、昔は専門店街だったんですよね。ああ、なるほど。専門店街だから軒を連ねても、はい、まあ、渋谷でいう名店街みたいな、うんうんうん、よかったんですけど、はい、それがそのどこにもあるお店が軒を連ねちゃうと、どうでもいいじゃないですか、そんな通り、うん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 、だからシャッター街はやっぱり名店街というか専門店街に戻す必要があるし、あ、まあ、専門店街って言うとやっぱり店主が心から時計いじりが大好きな時計屋さんだとか、もうクリーニングの染み抜きやらせたら、はい、とことんやってしまうような染み抜き屋さんがクリーニング店をやったりとか洗濯屋さんやったりとか、うんうん、はい、なんかそういう状況の嘘がない、うんうんうん、ものがそう連なってる状態にやっぱりみんな来たいって思ってるんですよね。なるほど。いや、今回その起業がテーマということで、今そのデザイナーとして活動している方がこれから起業を考えるという時にどういう、こう姿勢であったり、こう物の見方が大切かということを考えた時に、やっぱり今長岡さんがおっしゃったように、ある種時代の流れとは全然違うところで、けどやっぱり自分でこれだと思ったものを見つけて、で、まあ、おそらくそれをこれから長岡さんとしてはある種具現化していくと思うんですけれども、やっぱりそういった姿勢っていうのは一つ欠かせないものになっていくような気がしますね。そうですね、デザイナーは特に、僕もデザイナー30年以上やってるので、はい、あえてすごく辛口な言い方をすると、頼まれて企画書作って何か作って納品して終わりっていう、非常に手離れのいい、はい、でもこれからやっぱり手離れが良い仕事ってなかなか成立しなくなっていくんじゃないかなと思って、もう一生面倒見ますとか、はい、何かあったらすぐ駆けつけますっていう状況じゃないとやっぱり難しいと考えると、まあその土地に住んでるとか、あとはそのデザイナーがちゃんと生活者であるとか、なんかそういうすごい基礎的なことっていうのは、そのまあ20年ぐらい前に東京が一番元気で
偉かった時代、デザインにとって偉かった時代があって、はい、東京に住んでないデザイナーなんかデザイナーじゃないって言われた時代ってやっぱあったじゃないですか、はい、でその後地方にいろんなものが目がいって、東京のデザイナーですって言って地方に呼ばれていく、でもやっぱり東京の流儀で地方で何か作るとやらかしてしまうんですね。いろんだから東京のデザイナーが本当に地方でやらかしてもうめちゃめちゃ迷惑をかけた時代っていうのが2010年に1回あって2020年に1回あってっていうのが、まあ僕はだから地方に行ってるからまた東京からデザイナー来たぞっていうふうな石すら投げられないけど、そういうのって本当にリアルにあって、その時にやっぱり住んでなかったら、はい、もしくは桐山俊樹さんみたいに1週間に3日とか富山とか、はい、通ってらっしゃるんですけど、はい、それぐらいの、まあ、デザイナーとしての意気込みなり決意を見せないデザイナーとは付き合っても、はい、やっぱりこうどっかいなくなっちゃうし、何か頼み、何か何か不具合があった時にもやっぱ相談できないし、っていうことなんじゃないかな。だから東京にいて地方のデザインをやろうとした時にはやっぱりそういう覚悟はいるんだろうなっていうのはあの体感して分かります、ただ逆にこうそういう意味ではデザイナーが起業することによって、あの今長岡さんがおっしゃったようなスタンスで活動し始めたら、やっぱり本当に世の中を変えていく力になりうるって言えますよね。そうですね、まあ、デザイナーはその分かりにくいものを分かりやすくするっていう、まあ、簡単に言うとそういう職能なので、はい、なので昔はその 外の目、東京の目みたいなものが価値があったけど、今やっぱりあのそういう時代じゃなく、はい、どんな田舎に行ってもすごくその外の目を持てるクリエイターや芸術家とかデザイナーっていらっしゃるので、いい、すごくいい。だからその日本中が今すごくあの活気づいて、はい、その土地のものがデザインで若返り始めているのは、やっぱりそういう東京のデザイナーだけの、まあおかげじゃないっていうか、そういう時代になってきたので、これからますますその土地に住んでるそういう職のデザインの職能を持ったデザイナーみたいな人たちが、はい、その東京の方を見ないでデザインを開発できる時代になっていって、どんどん閉じてってどんどん閉じていって、もうその土地に行かないと、例えば山形の赤鬼デザインさんみたいに、あんなところにあんなクオリティのデザインをする人たちがいるっていうのを、まあ昔前だったら高知のね梅原誠さんみたいな、あれはやっぱり東京のデザイナーにとっては相当ショックだったと思うし、実際今どの土地に行ってもものすごいクオリティのアーティストやジュエリー作家とかファッションデザイナーとかいらっしゃるので、それをその土地に行ってその見つけてくるっていうのが、だから閉じれば閉じるほど本当にワクワクするような時代になっていく。それもまあデザインが絡まっているので、いいんじゃないかなと思いますけどね。はい、その話に関連してですね、はい、かなり意地悪な質問が来てましてどうぞ、はい、中岡さんご自身がですね、生活拠点を、いっぱいお持ちだ、ということなんですけれども、でもなぜその東京に住むのをやめれないのか、それはやっぱり仕事のことがあるのか、それとも他に何か理由があるのかというかなり鋭い質問がですね来ておりますけれども、それについてはいかがでしょう。もうね、34年も住んでますからね、なかなか離れられない。でその後半トラベル誌とかを作っていろんな素晴らしい日本中の田舎とか回って気づいた、やっと気づいたんですよ。なので僕は今ずっと話しているデザイナーとしてはかなり失格な部類に入っていて、生活者、ね、家の植物も枯らしちゃうぐらい生活してない生活が崩壊している部類だと思うんですけど、やっと本当に気づいた。で今愛知店を作ってるんですけど、それはもうお店を作る実現する前に、もうこれが実現したら
その自分の町に100日は必ず住むという断言を宣言をしてあのプロジェクトを始めているので、そういう意味ではやっぱりそこで暮らすっていうことをデザイナーが提示をすることによってその本気度を見せる時代になってきてるんじゃないかなっていうことを、まあ自分でやろうかなと。でちなみに拠点沖縄っていうのもあるんですけど、沖縄は年間2ヶ月ぐらい行ってるんですけど、はい、それは仕事でも何でもないです。あの自分が東京にいる息苦しさをとにかくあのストレスを発散するために癒しのために通ってるだけで、まあ、そういう意味では拠点はそんなにないんです、うんうん、まあ、今静岡に暮らしてますけど、東京と静岡に暮らしてますけど、そういう意味ではアグイがあって静岡があって東京があって沖縄があるっていう意味では拠点がいっぱいあるような感じしますけど、まあ、それぞれちょっと違う意味合いで暮らしてます。よろしいでしょうか。他にもですね、いろいろあの質問が来てるんですけれども、一つ例えばですね、あの起業をした後で、そのチームとか仲間をどうやって作っていったか、その仲間作りのコツのようなものはありますかという、質問が来てます。あ、それはまずお金ではないですよね、うん、お金ではやっぱりチームは作れない、本当のチームは作れないと思うんですよ。そういう意味では自分が本当にそれをやりたいって思っていることにちょっとじゃあ助けてあげようかみたいな感覚で、僕の場合はそうやってチームが出来上がっていく、なので基本的にはめちゃくちゃ本気でやりたいことがある、でも自分一人じゃできないから助けてっていうチームの作り方なので、うちの会社なんかもう全員そのあいつちょっと頼りないから助けてやるかっていうようなことで集まってるんじゃないかなって。あとは僕が本当に心からこれ面白いぞと思ったものに対する共感、それで次に次の次の次ぐらいにお金がついてくるぐらいの感じなんじゃないかなと思います。ただもう一つね、質問があって、そのスタッフがどん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 増えていくことによって、そのチームワークというかそのチームについての考え方も変わりましたかという質問も来てます。変わりましたね。変わりましたし、あの今京都でね、ちょっとだけ余談ですけど、京都で毎週日曜日の夕方のラジオ番組を持っていて、はい、毎週なので収録なんですけど毎週日曜日に配信されていて、そこでその京都のすごく500年とか400年とか続いてる老舗の旦那さんとかがゲストなんですよ、でその話を聞いてると、やっぱり自分の一代で何かをしようなんて本当におこがましいとは言わないけど、それはもう違うと、っていうか私たちは少なくとも自分の一代で何か手柄を成し遂げようなんて危険なことはしないと、ただ受け継いだ伝統のバトンを革新の味付けをして次のバトンを渡さないと次の代の人とかが受け取ってくれないからっていう、なんかそういうラジオの収録で体感したものがやっぱりあって、自分の会社も自分じゃない人にいかにバトンを渡せるかっていうのを考えた時にはそういう発想になっていきますよね。なので自分の代でやりたい放題やって閉じるっていうのも一つありだと思うんですけど、僕そういうの割と好きなんですけど文化屋坂店みたいにね、ああいうのすごい好きなんですけど、ホブコープとか、でもやっぱり自分は社会性があるメッセージを発信するお店をやってるつもりがあるので、D&D が潰れてもいいけどロングライフデザインっていう考え方はなくなってほしくないので、それをうまいこと継ぐような組織体はよく考えてるので、そういうことになぞらえた社内勉強会とかは割としてます、そうすると、あ、経営者は、まあ、創業者である僕はそういう思考があるんだっていうふうにみんなが受け取ってくれるので、まあ、そういう思考の人たちが集まって続いてるって感じです。勉強会ってどういうことを実際されるんですか？そういうケースでは例えば、まあ、ロングライフデザインっていうテーマは、はい、でみんなが活動してるので、はい、なので長く続いている
ことをやってる人たちをもう本当ジャンル関係なくお呼びして、なんでなぜ続いてるかとか、まあたまにはそのなぜ亡くなったかみたいな勉強会みたいなこともするんですけども、そういう勉強会をすることによって僕っていう創業者なり経営者が何を考えてるかっていうことも社内の人に説明ができるし、社内の人もそういうフィールドで自分はこの会社を選んだっていう自意識が芽生えるので、そういうチームの作り方、だからなんか自分がこう吸引してチームを作っているんじゃなくて、社会に投げているテーマが面白いと思った人たちが集まってやってる感じで、まあそれが証拠にうちの会社辞めた人はうちの会社みたいなお店を作るんですよ。ですごいこう繁盛したりとかするわけ。それをまあいる時にやってくれよって思うんですけど、でもやっぱりそうやって一人一人こう散らばって、確かあの結婚や出産を境にちょっとすごく離れた土地に引っ越しちゃうけど、そこでちょっとまたロングライフデザインの芽が出ると嬉しいし、僕らも紹介するし、なんかそうやって広がって、まあ、チームはそうやって作っていってます。よろしいですか。あ、質問他に、はい、他にもいっぱいあるんですけど、かなりいろいろちょっと意地悪な質問もありまして、はい、まあ、今のにも関係するんですけどね、その事業 その拡大とか路線変更とか、ま、もしくは撤退とか、それを決めるなんていうんですかね、判断基準みたいなのは持っていらっしゃるんでしょうか。あ、それはもちろんあります、まあ、それがないと起業しちゃいけないと思うんですけど、あの一番のあ、まあ、何個かあるんですけど、やっぱりその自分が任命したというか選んだ社長っていう会社のトップと創業者である会長の僕とは立場は違うけど、社長のがやっぱり決定権が最大の決定なので、社長が決定したことに従うっていうスタンスで、例えばその福岡店を閉じたりしたのも今の社長の決定判断だし、それはありますよ、みたいな、あの大阪店を閉めたのも僕じゃないです、あの2代目の社長の判断で大阪店閉まったんですけど、それもと思いますけど、やっぱりその時代の若々しい判断が、あの企業を最終的に会社を最終的につなげていくっていう意味では、その判断にいかに創業者だからといって口出しを出してはいけないっていうふうなことは思いますね。今、やってらっしゃる愛知のクラウドファンディング、これ、もしお金が集まらなかったら諦めますかという質問も来てます。諦めます2つ目の理由、あのポイントは、あの無理をしないっていうか、例えば世の中に必要とされていない、もしくはちょっと僕の PR 不足かもしれませんけど、愛知でクラウドファンドで集めようと、みんなのお金でお店を作ろうって言っているのに集まらなかったっていうことに関して無理をしちゃうと、ずっと誰かが無理をしないといけなくなってしまうので、それはやめたいですね。もしかしたらゴール切れなかったけども、もう一回クラウドファンドするかもしれません。それは僕はちょっと話それますけど、クラウドファンドでその町に必要なものを町の人たちがお金を出し合って作るみたいなのってすごくいいと思うんですよ。それが D&デパートメントっていう僕のなんかショップの多店舗展開の一店舗だっていうふうに見られちゃうと、まあ当然見られるんですけど、なんだ長岡のお店がのためになんで俺たちがお金出さないといけないんだよって思われるかもしれないけど、そういう見方をしない人たちもやっぱりいて、ああいうお店って、まあ、必要ではないと、でそれにお金出そうっていうことが、あの成立したらそれはそれですごくみんなのお店っていうことで成立するし、成立しなかったら無理をせず残念だなって思って諦めます。
じゃあ、そろそろ最後の質問になりますけれども、うん、はい、デザイナーと、起業家としてですね、両立していて、尊敬できると思うような人はいますかと、そういう質問も来てます。いますかいますかね。まあでもスティーブ・ジョブズなんてそうなんでしょうね、やっぱりね。イーロン・マスクとかね、ああいう人たちって、まあ世の中にはそういう人たちいっぱいいると思うんですけど、あの有名じゃないけど地元ですごく頑張っている人たち、例えばなんか長野の小布施堂の市村社長とか、ああいう、いわゆる旦那と言われている、あの地元でお酒酒蔵で儲けたお金を地元に本当に使うっていう旦那文化を未だにやってる人たちがやっぱりいて、そういう人たちはやっぱりすごいですよね、うん、そこで今地元のデザイナーの人たちにあのパートナー組んで、はい、自分お金出すからお前ちょっとやれっていうような感じで地元のデザインでその活気を作っていくっていう人たちはいっぱいいて、の老舗というのは、まあその業を起こすというか、あの、うん、ということと同時にですね、その長岡さんが見てやはりデザインとしても優れているというふうにお考えになるということなんでしょうかね、うんうん、デザインとして優れている人は少ないですけどそうですか、うん、っていうのはそれはちょっとまた別の話なんですけど、はい、あのどうしても外に向かって東京を見ながらデザインをしちゃうと、どうしてもその土地らしいデザインにならない。街の風景もそうですけど建築もそうですけど、やっぱりその街に馴染む風景を作ってもらう、本当は作った方がいいんですけど、どうしてもやっぱりデザインっていうとちょっと使い心地が悪いとか目立つとか、まだそういう時代が引きずっているので、多分2030年ぐらいにようやくデザインっていうと地味でもう本当にこう水面下で、でもすごく地道にその土地の、まあ、その家業の分かりやすい長く続いていることをあのちょっとだけ浮き彫りにしてくれるような無理のない根付いた状態をデザインって呼ぶ時代が、で2010年ぐらいに伝統工芸がデザインって呼ばれてもいい時代になったじゃないですか。でああいう明らかにデザインじゃなくて伝統工芸、はい、昔からあるちょっと古臭いものっていう意味合いのものが、実はその土地の長く続いているものの個性を継続していく一つの表現っていう意味では、うんうん、ああいうのデザインって呼んだ方がいいよねっていう人たちがやっぱ増えてって、だそういう、うん、そういうふうに考えるとまだデザインはまだまだ東京の方向いたりヨーロッパの方向いたりポートランドの方向いたりしながら、こうチョークでいっぱい描いてその土地にいらんだろうっていうような、まだちょっとそういう外向いた刺激が地元の若い人たちにとって助けになるような、うん、時代、まあ、するとそう悪いことばっかり言っちゃいけませんけど、なんかそういう地元に対して、あデザインがあるんだったら俺この町を離れなくても済むかもっていうような時代があと10年ぐらい続くんじゃないですかね、うん、その後に物がいよいよ流通とかしなくなって、あのパッケージデザインみたいなものが崩壊していって、あの昔のボール持って東方買いに行くような、うん、そういうことがいよいよ起こっていった時に、デザインってやっぱり、あの主張するものじゃなくなっていくっていう、まあ、どんどん閉じていくっていうか、うんうんうん、そんな感じはしますね。へえ。それが長岡さんが最近よくおっしゃってる健やかなということなんでしょうかね、うん、ね、それと民芸、僕民芸は大嫌いだったんですけど、すごい今学ぶことがいっぱいあって、うんうん、ああいうその誰のために作る、あの誰のために作るか分からないものを作るんじゃなくて、あの人のために作るみたいな、なんかそういう時代になっていくんじゃないかなって思います。へー。
なるほど、まあ、さっきあれですよね、まあ、路面店のあり方として閉じていくっていうところとそこは重なるところありますよね、うん、やっぱりマスを対象にするわけではなくて、うん、すごく個に対して向かうものづくりというか、うん、発信というか、フェイスブックの友達なんかもみんなやっぱり見直してると思うんですよね、うん、やっぱり知らない人とは友達になれないっていうか、あ、なるほど、まあ、Facebook のもたらしたすごくいい面ももちろんありますけど、やっぱり自分の友達って何人いるかなとか考えた時に、僕なんて4人ぐらいしかいないじゃないでも大体俺の友達って何人だろうって言ったら10人もいないんじゃないですかね。そんなことないですか。いや、無理してあいつも友達とか言い出したらキリがないですけど、この状況で誰と飲みたいかって言った時に2人ぐらいしか名前上がらないみたいなのが本当に本音だとしたら、商売もやっぱりそういうモードに入ってよりこう深く深く深く閉じていくっていうのはすごく健やかな発想なんじゃないかなと思いますね。あのワインとか日本酒って昔から付き合いのある酒屋さんとか居酒屋さんにしかこう流通しないじゃないですか。この健やかさってやっぱり絶対あると思うんですよ。もう今日とか明日とかであった関係性でどんなにお金積んでも売ってくれないみたいな、でなんでって言ったら、いやいや、ずっと関係性があるところにしか渡してないんでっていうのっていいなと思いますよね。それをそのいいなって思う時代になってるんじゃないかなっていう、はい、あ、いえ、すごくいい、納得しました。何て言うかあれですよね、うん、まあ、もちろん企業、まあ、今日は企業がテーマでいろいろお話をお聞きしてたわけですけれども、と同時にやっぱりデザイナーとして時代をどう見るかっていうところが、すごくはっきりしているというか一貫しているし、うん、っていうところとやっぱり何て言うんですかね、デザイナーが起業する以上の意義みたいなものっていうのがすごく重なるところだなと思います。うんうん、はい、うん、そうですね、まだ時間がありますね。どうも、あれ、はい、もう終わりですか。実は、はいはい、もう時間を過ぎてまして、どうもありがとうございます、はい、長岡健明さんと、土田さんです、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。